こんにちは。本日は和歌山県にある、とある農業の方に行きます。それでは本日もやっていきましょう。どうぞ。はい、というところで到着しました。こちらですね。すごい。どうなったね、これ。なんか、新ジャンル、これ。新しいちょっとカテゴリーですよね、これ。わ、すごい。見てください、ここに湯口になってます。中見ると、硫黄成分がくっついてますね。ちょっと白くなってます。いや、これか、すごいですね。いや、お見事です、これは。これはこれはすごいな。いや、すいません、ちょっと鼻血が出そうです。こんな感じです。いや、すごすぎません、こちら。めっちゃ味あるやん、これ。いや、すごい。いや、すごい。何これ、半端ねえな、こりゃ。すいません、ちょっと鼻血出ちゃいました。皆さん、侮らないでね。こちら、なんとこちら無料です。うっそー、これ無料なの？どういうこと？信じられない。プライスレスです。はい、 pH 1社購入して約 8.9 リーヌです。水温ですが、1社購入して約 26.0 リーヌです。味はですね、はい、卵の味と卵臭で、なんかね、その硫黄系でもなんかすごい、なんか後味がすっきりした、飲みやすい感じです。非常に美味しいです。下をですね、なんか綺麗な、なんか藻みたいのが浮いてますよ。なんか真っ白。いや、非常に風情ありますね。いや、素晴らしい。ちょっとズームしてみましょうか。ちょん。いやいや、わびさびです。わびのさびです。渋みです。渋み沢です。どうですか、まるで公園にある噴水のようですよね。いや、素晴らしいね。もうここら辺でも硫黄の香りがすごいします。すごいね。結構な湯量あるんですよね。すごい気持ちいい。大変気持ちいいですっていった感じが、こんな感じです。てか、もうこれ浅すぎて浴びるマンがいいですね。なので浴びます。景色は非常に良きですよ。非常に景色は良きです。夏場に最高ですよ。グレート。いやー、最高だね。すごい綺麗ですね。清水です。非常にお湯でした。